ボールは友達、キャプテン太田です。おっと、これはバンペイユが大きいのか太田さんの顔が大きいのかわからないぞ。失礼ですね。てなわけで今回はこの世界の一番大きな柑橘、バンペイユのご紹介をしようと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大きいですよね。こちらのバンペイユ、なんと 97% が熊本県で栽培されてるんですけども、なんと山口県産のレアバンペイユなんです。はい、この度ですね、山口青果市場でたまたま山口県の農家さんが作っているバンペイユが入荷しましたので仕入れております。はい、レアですね。見てください、こちら。はい、これは何ですか、何からおまじないですか、これは。バンペイユ そうですね、はい、バンペイユハロですね。そうです、そうです。はい、これだけ大きいとどうやって食べていいかわからないですよね。そうですよね。これだけ大きかったらどっからどう切っていいか驚き、戸惑いますよね。はい、そこでフルーツマイスターから切っていきます。まずはヘタを落としますね。白い、この内側の皮が多いんですよね、バンペイユ。厚いですね。そうそうそう。なんかめっちゃいい匂いする。本当ね、深めに包丁を入れていきます、うん。はい、でこのバンペイユなんですけども、世界最大級の柑橘と言われておりまして、大きいものだと 3kg を優に超えるものもあるそうです。 3kg、 はい。で、熊本の植物研究家の島田さんという方がベトナムのサイゴン植物園で発見したものを持ち帰って栽培に努めたものの、当時は広まらなかったそうです。そうなんですね。はい、で、後に台湾から鹿児島にペイユの株が導入され、うん、ペイユ最適産地の熊本県に根付いたそうです。なるほど、バンペイユでもなく、はい、ヒルペイユでもなく、アサペイユでもない、そうそう、ペイユ、ペイユで、品種改良が行われた結果、うん、現在では熊本の八代市の特産品になっているんだそうです。八代ね、はい、ね、はい。で、2021年に八代市の農家で収穫されたバンペイユがなんと世界で最も、重量が重いザボン種としてギネスに認定されたそうです。で、その重さなんですけど、ちなみに今剥いているこのバンペイユの重さがだいたい2キロぐらいなんですね。まあ、これでも結構大きいと思うんですけど、でこのギネス記録のバンペイユの重さが5.386kg ということですね。このバンペイユの、見てもらってるバンペイユの 2.5 倍以上になるのかな。 2.5 倍、うんうん、まあ、とんでもない大きさだったということですね。はい、はい、だんだん、その姿が、現れてきました。真の姿が現れてきました。おー、あのすごいいい香りですよね。本当に、うん、もうバンペイユ畑にいるような香りがしますね。あれ、白いかぼちゃみたいな感じ。本当そうですね。はい、もう暑いし、いい匂いがしますね。はい、見てください。すごいね。うん、本当に皮を剥いてもやっぱり大きいですね。大きいね、うん、グレープフルーツぐらいありますよ、うん、それ以上だよ、ね、それ以上ありますよね、うん。あ、綺麗、綺麗ですね。あ、おお、すごい、すごい。あ、美味しそう。これちょっと簡単に置けるかも。ここからはもう本当本当。あ、もう身だけポロって取れるね。うん。でかくなっちゃった。耳が。早速食べてください。はい。
とね、香りがなんか部屋中に広がるような感じ、うん、そう、サクサクな感じなのかな、うんうんうん、食感サクサク、うん、で、ちょっと黄色っぽい見た目から、うん、酸っぱいっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、うんうん、上品な甘さです。体感的には糖度11度ぐらいかな。あ、なんか飽きのこない甘さで、うんうん、甘みと酸味のバランスが素晴らしく優れてる、うん、美味しいですよ。とにかく食感がすごくいいですね。美味しい。なんか和風なグレープフルーツって感じ。和製グレープフルーツかな、はい、和製グレープフルーツ美味しい。ちょっと和な感じだね。和な感じ、和の国って感じ。美味しいですね。むきやすいし簡単にむけますよ。まあ、ほんとね、まあ、結構つる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 むけるんだよね。そうそうそう、うん、まあ、これは食べやすいかもね、うん、すごい素直、ワンペイ。でもあれはね、その果汁がブシャーってならんから、はい、割と手も汚れにくいんだ。汚れにくいですね、これ、うん、ゼリーとかに入れてもいいし。ああ、ほんとね、はい、皮とか、ほんとあれですよね、お風呂に浮かべたり。ああ、種があんまりないね。あ、種少ないですね、うんうん、ほんとほんと、ね、種あんまりないね。ない、ないですね。ないね。店長、はい、ね、結構分厚くて、うんうん、なんかヘルメットにしたら、うんうん、頭守られるんじゃないですかね。え、マジで。はい、しかもですよ、黄色で目立つ。うんうん、あ、確かに確かに、はい、そして香りがいい。うんうん、朝通学するときに、うん、これをかぶって、うんうん、学校に行くじゃないですか、うん、そしたら香りも良くて、テ、うん、ンションが上がって、うん、素敵な学校生活を送れると思うんです。確かに天才。提案します、ノートペンギンです。通学にワンペインヘルメットはいかがでしょうか。うんうん、我らの YouTube のアイコンになっているワンペイユーハローを正確なので作っていこうと思います。まず耳の部分をこうやって切り込んでいきます。ワンペイユーは皮が結構分厚いんで、でも結構ざっくり切っても果肉が見えたりはしないですね。はい、両耳できました。いい匂いですね。はい、次ですね。はい、続いてですね、目を描いていきます。つぶらな瞳が特徴のハロですよね。はい、目ができたので、次は一番重要な口ですね。ハロの口はですね、とっても重要なんですよ、バランスが。この口一つでね、怒ってるようにも見えますし、悲しんでるようにも見えますし、笑顔にも見えますね。このハロは笑顔の、にっくり笑顔のハロちゃんができました。かわいいなハロちゃん。グレープフルーツのハロとスイーティーのハロも作ってみました。はい、いろんな柑橘でハロは表現できると思います。とってもいい香りがして可愛いので、ガンダム好きな人、ハロ好きな人、作ってみてくださいね。